にょ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 、ブロッコリーにょ。了解。エルシオールの現在位置はここだ。我々と同じくファーゴを脱出した友軍から共同でエオニア軍の迎撃に当たるとの連絡があった。この巡洋艦と戦艦が共に戦ってくれる。味方もいるんですね。心強いです。だが安心してもいられないぞ。この中域にはファーゴを脱出した民間の客船がいる。はい、私たちで守ります。公船圏内にいる敵は大型戦闘母艦。装甲ミサイル艦。高速突撃艦。そして詳細不明の新型戦闘機が5機だ。あんなのこけ落としに決まってるわ。紋章機はロストテクノロジーの結晶よ。形だけ真似たところでどうせ中身はポンコツよ。そうとも言い切れませんわ。少なくとも速度だけなら紋章機とほぼ互角のようです。相手が何だろうと全部ぶっ倒すまでさ。もう一度作戦内容を確認する。はい、サクトさん、ご命令を。了解。民間人の被害をこれ以上増やすわけにはいかない。客船が安全なところへ避難するまで守り抜くんだ。ただ敵の新型機には気をつけろ。一筋縄では行きそうにない。頼むぞみんな。
はーい、ミルフィーユ行きます。褒めてやるよ。はい、タクトさん。言われなくても分かってるわ。トリックマスター、了解ですか？はいよ、了解。アーベスト、了解。そんな攻撃が当たらない。ハイパーシャドウ、行きます。まく見るな。今はファーゴから逃げる人たちを守らなきゃ。罪は了解です。今すぐ行きます。
今のを解決するとは素晴らしい。さすがだね。また命中させられたか。面白くなってきたぞ。はい、タクトさん。回避しただと。一緒に頑張りましょう。うまく当たったわ。果たしてすごい。はーい、ミルフィーユ行きます。あの攻撃をかわしたのか。僕まで惚れ惚れするの。現れました。標準システムがまだ甘いか。はい、タクトさん。やば、今のをかわすなんて。ハイパーカノン。回避させてもらったよ。敵の攻撃かわせました。素晴らしいね。すごいでしょ、タクトさん。猛暑期の機動性は。タクトさん、エオニア軍はどうしてあんな攻撃を。はーい、ミルフィーユ行きます。目標を変えました。今のはなかなかの攻撃だが、攻撃僕の紋章機を落とすにはまだまだだね。命中嘘だよ、避けた。今なら君たちを動くのが本当に分かるよ。と紋章機と呼んでいたのはなぜ。そんな攻撃当たるのですか。外しまった。私としたことは。しまった、狙いがそれだよ。脱出した客船はまだ無事ですが、今の攻撃は計算以上の効果を上げられました。よし、練習当たっ。今は敵を撃退して客船を守ることが第一です。目標の中枢部の命中。回避成功。回避しただと。おのれ。攻撃失敗。回避成功。私、頑張りますから、ずっと見ていてくださいね。俺の攻撃をかわすな。ここまで。おとなしくしてな。もうすぐ再挑戦必要だし。そんな攻撃当たらないもん。期待強。私頑張りますから、ずっと見ていてくださいね。四番機攻撃を回避した。ざっとこんなもんだよ。さあ行くわよ、やっつけちゃう。エネルギーが半分か。でもまだ戦えます。しまった、命中していない。もっとしっかり狙え。さっきからオイラばっかり狙われてない。紋章機はここまでボコられるとはな。オイラもう帰る。了解です、今すぐ行きます。あれ、私頑張りますから、ずっと見ていてくださいね。
ここは一旦引くとしよう。了解。了解しましたわ。これより行動を開始します。はいよ、了解。了解。攻撃目標を確認しました。あら、攻撃が外れ、まあ、たまにはありますわね。はい、ミルフィーユ、行きます。特定に乗っている人たちを無事に逃がしてあげなきゃ。回避しただと。よーし、決定。おのれー、被弾した。どうしてあんな攻撃を。敵から攻撃を受けた。損害は軽く、反撃に移る。トリックマスター、攻撃に正当いたしました。本当に紋章機なんでしょうか。攻撃を食らったわ。絶好調です。まだ何とかいけると思うけど。攻撃に移りますから見ててくださいね、タクトさん。また期待したか。戦いはこうでなくっちゃな。はい、タクトさん。残念だが、今日はここまでだ。また会おう。まだ紋章機の調整が不十分なようだ。ここは引くとしよう。敵戦闘機、交代していきます。これで勝った。だといいんだけど。状況の確認を急げ。敵戦闘機を除く攻撃目標すべて沈黙。攻勢圏内に敵は残っていません。それがエルシオールの周辺でも敵が攻勢をやめて、この中域から急速に離脱を始めています。引き上げていくだろう。どういうことだ。この中域にいる客船を仕留められなかったから諦めて引き上げたのか。いや、それだけとは思えんが。司令、敵戦闘機から通信が。どうやらもうタイムリミットなようだ。僕たちはこれで失礼するよ。ああ、僕とマイハニー、愛し合う二人をまたしても引き裂くとは。運命はなんて残酷なんだ。ミルフィ、君の美しい戦いぶり、しかとこの目に焼き付けたよ。次に会う日が楽しみだ。アデュー。まだそんなこと言ってるの。なんとかは死ななきゃ治らないって本当なんだ。今回もいい勝負だったぞ、我が友よ。お前と拳を交えたこの熱い瞬間を俺は決して忘れないぜ。私は2秒で忘れてやるわ。もうお帰りですの。相変わらず退却することだけはお得意のようですわね。何とでも言うがいいさ。
ブラマン種のお嬢様ごときに僕たちの崇高な目的などわからないだろうからね。ここにいると巻き添えを食らうから交代するというだけさ。巻き添え？おい、何のことだい？もうじきわかる。黒き力がもたらす永遠の静寂、その目で見届けるが。そういうこと。まあ今回は紋章機の試運転だしな、この辺で勘弁しといてやるよ。いつもと同じパターン。マイヤーズ司令、追わなくていいんですか？全ての宇宙港が被弾し、艦船の発着ができなくなっていますが、その他の被害は軽微なようです。一体奴らの狙いは何だったのだ。これではただファーゴにいる者たちを足止めしたかっただけとしか思えん。奴ら気になることを言い残していきやがったな。ここにいると巻き添えを食らうとかなんとか。前方より強力なエネルギー反動が接近中。今の攻撃の影響でレーダーもモニターも機能が著しく低下していて、おそらくあの巨大な黒い球体が放った攻撃がファーゴをかすめて、さらに惑星ロームを直撃したと。なんだと。ロームはどうなったんだ。ファーゴの人々は。周辺に集結していた友軍艦隊の少なくとも半数は何らかの被害を受けたと思われます。民間人への被害は想像もできません。あの黒い球体、あのまがまがしい姿は。通信回復します。タクトさん、ファーゴが、都市衛星ファーゴが火を吹いてます。ファーゴの外壁のあちこちにひびが入って、そこからどんどん火の手が。ねえ、さっきまでこの辺りに小惑星なんてなかったわよね。これってもしかしてロームの宇宙港のエアロックが開きました。そこから船が。いえ、出てきたんじゃありません。押し流されてるんです。エアロックが壊れたんですわ。それってファーゴ内部のものが空気と一緒に放出されているってことですか？それじゃあ、あれはあのたくさんの小さな、あれは何だって言うのよ。そんな。ハーベスター救助に向かいます。まだ飛べるだけの力は残っています。およし、今から行っても外に吸い出された連中は多分もう。どうしよう、どうしたらいいの。何もできない。
モニター回復します。前方、先ほどの攻撃を行った巨大な球体から何かが出てきます。エオニア軍の船です。じゃあ、あれは巨大な母艦みたいなものってこと？人工物なのか？あんなに巨大な物体が。どこからあんなもの？あれは一体何なんだ？あれは…あれはもしや…もしや、あれは黒き月。私も詳しいことは知らぬ。ただ、以前シャトヤン様から聞いたことがある。黒き月とは、人に仇なすロストテクノロジー。自己増殖を繰り返す自動機械。シャトヤン様はそうおっしゃっていた。黒き月か。とりあえずとてつもなくヤバい存在だということだけは理解できるぜ。たった一撃、それもかすめただけで都市衛星ファーンを反壊させたんだからな。詳しくは分かりません。ですが、ここからでも確認できるほど惑星表面が大きくえぐられています。それでは、たとえ直接攻撃を受けなかった地域でも、その衝撃波だけで壊滅的被害を受けたのではないかと。言いたくはないが、絶望的だろうな。通信が入りました。都市衛星ファーゴからです。こちらファーゴ第二宇宙港管制室。エルシオールとエンジェル隊を指揮しているのは誰じゃ？おお、タクト。あの混乱の中、エルシオールに乗り込んでおったとは。すべての宇宙港が被害を受け、中央管制室も沈黙しておる。港の中の無事な宇宙船を逃がすので精一杯じゃ。ファーゴの市街区も先ほどの攻撃でほぼ全滅に近い状態じゃ。その怒りはしばらくとっておけ。今周辺の各惑星から友軍が接近しつつある。それよりタクト、シヴァ王子の所在を知ってはおらぬか？アンズルナ、私ならここにいる。なんと、よくぞご無事で。そうじゃったか。いや、よくやってくれた、タクト。司令、エオニア軍が動き始めました。反応、急速に増加中。あの黒い巨大建造物から次々と無人艦が現れてきています。他にも初めて見るタイプも混じっているようです。また新型か。今度は何だ。現在、デ
データを解析しています。エオニア軍、ファーゴに向かって接近中。これじゃキリがないぜ。どうするタクト。それはならん。早く逃げるんじゃ。シバ王子がおられるとなれば話は別じゃ。エオニア軍の集中砲火を浴びるエルシオールに王子を置いておくわけにはいかん。ルフト、ファーゴの人々を見捨てろというのか。そうは申しておりません。幾分困難にはなりますが、避難できる可能性が全くないわけでは。それが見捨てることだというのだ。マイヤーズ、ファーゴからの避難を援護して戦え。これは命令だ。ならんぞタクト。シバ王子を安全なところへ。それでよい。奴らをファーゴに近づけるな。タクト。ここまでシバ王子を乗せてきた船ということで、エオニア軍はただでさえエルシオールをマークしているでしょうしね。さあ、わしはもう何も言うまい。エオニア軍の足止めを頼む。くれぐれも無理はするなよタクト。必ず生き延びてまた会おう。わかりました。